はい、ということでですね、今僕が実際に育った養護施設に今来ているんですけれども、こちら5歳からですね、18歳まで、だいたい13年間くらいですね、こちらの施設で育ちました。でもね、もうこの建物がね、もうなんと、もうなくなってしまうというか、取り壊して新しい建物に変わっちゃうということで、その前にね、実際僕が住んでいたところ、どんなところなのか皆さんに感じてもらいたくですね、ちょっとお邪魔しようと思います。で、それにあたって、僕の担当の先生でもあった、今ではね、こちらの園長である、この方を紹介したいと思います。若っ！はい、はい、こちらの園長の若松先生です。英語学園の園長の若松です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、若も変わんないよね、ずっと趣味若作り。若作り、これもね、言ってることずっと変わんないのよ。昔から同じこと言ってるからね。本当に俺と最初会った時からほぼ変わんない、マジで。はい、正直、俺多分小学校6年くらいから中3くらいまで、若担当してもらったけど、はい、若 の印象ってどうだったの？とにかく弁が立つ、良くも悪くもそういうお子さんだったと思います。良くも悪くもね。いやね、結構喧嘩したよね。そうですね、いろいろやりとりありましたね。で、今では懐かしい思い出。いい思い出。今日だからちょっと俺がね、その住んでたそのこの施設なんかさ、ちょっとみんなに見てもらいたいなと思って、いい入ってってよかったら、はい、大丈夫ですか？はい、はい、じゃあということで、ちょっと中見せてもらいたいと思います。はい、はいはい、ということで、実際に僕が住んでた場所がここ。ここのドアは新しくなってるけど、見てもらったら分かるけど、こんな感じだったの昔。もうほら、ペリってめくれちゃうでしょ。いや、でも誰もいないって言ってたから、誰もいないからね。お邪魔します。うーわ、マジで何も変わんないな、ここ。そう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 、こういう感じだったわ。じゃあ、なんかちょっとね、お邪魔していきますよ。そう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 、こんな感じだけど、あ、でもちょっとレイアウト変わったね。あ、レイアウト変わったな。うわー、なんか天井低くなったな、マジで。めっちゃもう届いちゃうもん、これ。なんかすごいな。今ね、これもう建て壊しだったりとかするから、今ね、下で散らかったりとかしてるんだけれども、でも実際俺が住んでた時もこんな感じだったではあるよね。うわー、いやー、もう懐かしい。庭、ここ入った入った。うわー、超懐かしいな、これ。あのカタツムリ、もう俺がね、ちっちゃい頃からあるからね、あれ。もう何年選手、あれ多分もうめっちゃ多分3、40年くらいあるんじゃない？ 2、30年。懐かしいわー。そしてちょっと面白い、面白いもあって面白いあって思考調査結果、好きなもの、食べたいもの、寿司、ステーキ、キャビア、トリュフすごいね面白いねもう三大珍味のうちの2つはもうここに。もう分かりやすいでしょ、これは。本当にこれ今でも変わってないんだ。寿司、カレー、ラーメン。僕ね、毎年その誕生日の時は自分の好きなものを食べられるっていう、そういうことがあったんですよ。なので僕は13年間連続でカレーを頼んでました。で、養護施設のカレーってね、本当に美味しかったんですよ、当時。ここ洗面所。洗面所も変わってねえな。全然変わってないの、これ。うわー、でも高校の時さ、俺多分もうちょっと自分見えてたから身長伸びたんだな、これ。これはね、よくね、家出する時に使うマロなんですよ、ここ。子供たちが。俺もよく使ってました、ここ。あ、こっちだ。これが正解。この量。で、ここからよく、こうやって抜け出してたわけですよ。こうやって。今でもいけるね、全然。こうやって入ってたわけですよ。で、俺たちが家出から帰ってきた時に、そう、こうやって、これ、そーっと開けるでしょ。そしたら先生がさ、こうやって立ってるわけよ。そしたらこうやってそーっと閉めるわけです。そしたらガッて開いて、あんたどこ行ってたんよってめっちゃ怒られるの。やばくない？で、シャワー、うわ、変わってない。懐かしい、これ。めっちゃ変わってないじゃん。何も変わってないですね。で、ここですよ。この窓あれでしょ。そう、この窓。この窓もう変わってない。ほら、これ全く一緒。俺よくここから入ってました。さっきのさ、ちっちゃい小窓あるでしょ。小窓とかも開けて出るんだけど、すべてが閉められて、もう最終手段だな、ここは本当に。ここに行って、なんか落ちたぞ。あの携帯が落ちた。で、
これがないとダメなんですよ。でここからそう、ちょっと待ってこれどうやって入ったっけ。今でもギリいけるけど、ギリいけるけど、ちょっと痛えなこれ。やべ、俺の体が大きくなったな高校の時に比べたら。やべ、入れないかもこれ。ダメだ、俺成長したみたいだなこれ。入れねえ。入り方を忘れたぞ。あ、いや、こうだったか。こうだわ。こうやって入ったんだ。思い出した。そう。あ、スリッパ。で、こっちが子供たち。ああ、そう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 。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。これよ。俺たちの部屋、これよ。フローリングとかなかったからさ。この畳の部屋ですよ、畳の部屋。これ、これ、これ、これ。うわ、懐かしい。これ見て。これ多分ね、ほら、もう俺も使ってたもん、これ。うーわ、すごいね。そうそうそう、ほら、押し入れとか、ほら、もう今なかったです、さっき。よくね、この押し入れ、あれですよ、かくれんぼの時にみんな使って。でもね、もう俺たちの時代からだから、ちょっと怖いな、これ入んの、大丈夫かな。そう。ボコーって穴開きそうだけど、そう、ここにこうやって。そう。なんかさ、みんなドラえもんに憧れるじゃないですか。あの押し入れで寝るみたいな。よくここで寝てましたよみんな普通に。で、かくれんぼの時もみんなこれね。そう、懐かしいねこれ。あ、じゃあほら監視窓あるでしょ。ほらこれこれですよ監視窓。これもうこれがうざったくてさ、これ多分これですよ。この監視窓がねもう厄介でね。もうここをポスターで塞ぐと次の日には破られてるみたいな。で、ここは当直室。ねえ、ここにも来るとね、めちゃめちゃね、思い出がね、蘇るけど、ここで何が蘇るかっつって、まず先生たちが僕のことをこうやって呼び出すんですよ、こうやって、ここにバーっつって。僕はね、ここにこうやって立つわけですよ。で、こうやって毎回こうやって怒られるわけ、これ。先生からガーって言われて。そしたら、先生がずっと下向いてんじゃねえよって言って、お前嵐が通り過ぎるの待ってるだけだろ、みたいな。そう、嵐が通り過ぎるってそういうことなのかって、そこで覚えましたけどね。あるかな俺たちが、あー懐かしい。これ、俺たちも使ってたよ、この皿。ちょっとこれ、後で先生に言ってもらおうかな、なんか。こういうの欲しくなりません？なんか自分たちが使ってたお皿とか。で、なんかね、野菜の絵が描いてあるね、プラスチックの皿が多分一番古かった皿だと思うんだけど、それはもうさすがにないかな。うわ、懐かしい、丼。これ使ってたわ、これ。いや、未だに使ってんの、これ。長いね。しかも、かけもせず、すごいね。あったやばい、絶対これ欲しい。ありましたよ。俺が今言ってた、ほら、野菜が描いてある。これ。この皿。この皿もあったよ。ここね、全く変わってる。うわ、あった。ここですよ、これ。これが食事を運ぶ配膳のワゴン。そう。やっぱり僕たちは、基本お腹空いてるじゃないですか。そう。だから、早く他の部屋よりも来て、配膳する分の食料を、自分のところに移す、もしくはここで食べちゃうんですよ。お腹空いてるから。うわぁ、変わんないけどね。でもこのね、芝生はね、昔引いてなかったんですよ、これ。引いてなくて、で、ここ自転車だったんだけど、まあ、これも変わってないね。ここですよ、ここ。これね、今木、もうほぼ葉っぱないじゃないですか。で、昔葉っぱがあったんですよ。で、葉っぱがあって、もうほぼ見えないみたいな。で、ボール取りに行くのも結構困難だったんだけど、俺は、よくね、その2階、一番奥のね、部屋に僕は、暮らしてたんだけど、そこから、要は、伝ってくるわけですよ、これ。ここからこうやって、降りて、こっからこうやって、で、実際、みたいな、こうやってやってたんですよ。で、そしたら、あのカメラとかなかったから、そう、先生たちがいないと、こうやって、こそこそって、こうやって来て、サーってやって、ここから、ここにね、昔ペンチで、木
切って開けた穴が未だに残ってました。ここからこうやって脱出をね測るわけですよ。こうやってこうやってバイバイこれが僕のプリズンブレイクですこれが僕のプリズンブレイクです帰ってくる時とかも要はこれちゃんと上に上げとけばさ、ほら怪我しないじゃん。そう、こうやってやってこうやって入ってパッと、その間もうほんと早い。こうやってさささで、こうやってこういう感じ早いでしょ。10秒くらい、うん、これが俺の逃走ルートでした。あの時のこんなことあったよみたいなエピソードがなんかちょっとまああればっていうか、まあ、めちゃめちゃあると思うんだけど、なんか上をちょっと教えてください。最後のとこで言うと、ほら、うん、高校のとこはさ、うんうんうん、足立神殿行くってなったけどさ、よく覚えてんね、足立神殿。すごいね、うん、そう、そこだってそうやってほらあのね、いろいろ対応はしてたからさ。そう、足立神殿っていう学校があって、そこになんで行きたかったかって言ったら、女子の比率がちょっと多かったからそこに行きたかったんだけど俺は。で、もう一個理由があって、確かね、そこって新宿とか通るからじゃなかった？そう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 、定期圏内でもいいところに行けるっていうのがまず一つあって俺その時いろいろ考え、得な言葉が考えてたから。あともう一つは、その面接点とかを結構加味しますよみたいな。そうで、あと国数 A のこの3つしかなかった。そう、理科社会がなかったから、あ、これで行こうと思って、それで行って、でも俺結構点数良かった、あれ75点平均だったんだ、あれ。そうだから受かると思うじゃないですか。しかも倍率も 1.2 倍とかですよ。もう落ちるわけないと思うじゃないですか。俺自信があった英語入試の方で落ちたの。そう、あの会話のなんか俺も記憶もちょっと薄れてるんだけど、うん、なんかこう言ったんだよっていうのが、いや そんな言い方しちゃダメだろって俺がすごい思った記憶なんだよね。俺覚えてるんですね。覚えてる。そう、自分の長所と短所を教えてくださいって言われたの、うん、長所は明るいところ、元気なところです。で、短所はって言われたところはすぐムカつくところですみたいな。そう、じゃあその短気なところを直すためにはどうすればいいですかって言われた時に、俺は牛乳をたくさん飲めばいいと思いますって。そうだ、思い出した。そうだ、だからなんだそりゃみたいな、なんちゅう答え方してるんだけど、会場は大受けだったの、マジで。本当爆笑の渦で、これオーディションだったら絶対受かるじゃないですか、そんなの、そんなの取ったら。なぜですかって聞かれた時に、カルシウムがたくさん入ってるからですみたいな、私そんなこと言った気がするんだけど、それで落ちたんだよ。足立神で 1.2 倍だったのに。で、その後5倍の受験を受けることになるっていう二次で。しかも。新宿から離れて、そう、逆方面の逆方面、立川方面のさ、そう、定期とかもさ、まあでも定期長かったからよかったよ。吉祥寺とか降りれるからさ、立川とか。でもさ、毎日2時間超つらかったよ、あれ本当に。俺和歌のことで結構覚えてることがあって、和歌って今じゃこんないい時計つけてるけど、当時は G-SHOCK つけてたんですよ。で、あの子供たちを寝かせるために G-SHOCK の光をね、こうやって星型にしたりとか丸にしたりとかして、そうやって寝かせるのがすごい好きで、俺も小学校6年だけど、それが楽しみで毎回。あんまりやりすぎると、だから電池が切れるの嫌だから、そう、あんまやってくるんだ。そう。そういう。あ、それは覚えてくれてたんだ。覚えてる。あ、それはもちろん俺もあのみんなでそうやってたのは覚えてる。ね、G-SHOCK。今じゃそんないい時計つけてるんですよね。やめて。本当に。そう、あとはあの俺親がさ、もうその時あんまり迎えに来てくれなかったりとかしたから、若がそのいろんなとこ遊びに連れてってくれたりとか、当時セリカっていう車乗ってたよね。ああ、ね、そう、セリカ乗って奥さんと一緒になんか遊びに行って、でゲーセンでプリクラ撮ったりとか、だからなんかそういうのはめちゃめちゃ覚えてんだよ、ね、俺。そうだね。そう、昔はだからそういうのがあの担当みたいなのがね、うん、結構強かったんですよ、うんうんうん、だからそれでこうそこのつながりでじゃあ連れて行こうとかってあったんだけど、うん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 、今はねそういうのはね、ダメなの、変わってきてる。え、ダメなの、うん、なんで、あの変わってきてた。だからほら誰々の担当がっていうんじゃなくて、うん、そうなるとほら誰かいなくなっちゃったらまた別とかってなっちゃうから、今はだからもうみんなでみんなを見てるっていう、そういうことなんだ、うん、今はちょっとねそういう風にねシフトチェンジしてる。ワンカーが園長になったって聞いた時は、あ、これ良かったなって思うのがやっぱ強かったよね、ぶっちゃけ。そうだって和歌はどっちも知ってるからさ、そう、ひどい時代にもいたし、でもひどい時代は和歌は下の方だったから、まだ入ってきたばっかでね、やっぱ和歌の意見ってあんまり通んないから、正直さ。
でもよくそこからね園長になったよね、すごくない？でもその時に反省点はだからやっぱり、うん、変えたくても変えられない、変えられ、うん、まあ、変えるだけの、この力がなかったから、うん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 、もうそうやってこうほら愚痴を言って聞いてもらうしかなかったっていうのはその当時のだから俺の悔しいところ、ね、あったんだ、うん、それをずっとこう思いながらあったんだ、うん、やってはいたけどね、恨みだったりだとか、なんか恨みつらみがあってもこの施設に行きたいとかするのは多分やっぱりなんだろうね、その時代を懐かしむ自分もいたりとかするのと今の自分を作ってくれてんのが、うん、まあこの施設があったっていう、だから結果ね、結果感謝してる部分はあるよ。こうやってポジティブにさ、捉えられたのはさ、なんか、こうやって生きていく上で支えられてることを実感できてる部分があったりとか、メンタルが強くて良かったなって思う部分があったりとか、あの時ひもじくて今ご飯が食べられてることに感謝できてるとかって、だから要は、あの時足りなかったものをこうやって補わせてもらってる部分があるから感謝できたわけじゃんか。でもそのままだったらずっと感謝できないよね、やっぱりずっと変わんねえじゃねえかみたいな。だから施設のさ、やっぱせいにすることもあるだろうし、ね、先生のせいにねして生きるのがやっぱ楽だからさ、多分だからこれ見てる子たちもさ、絶対そういう風に思うことって多分たくさんあると思うんだよね。俺なんてずっと思ってたよ、本当に。ヒーローやってくらいからようやくさ、自分が必要とされてるんだとかさ、それまではさ、だ今だから言うけどさ、俺多分、俺がヒーローやるって言った時に多分びっくりしたと思うの、絶対。それはびっくりした。だよね。だって、多分ね、まあ言わないだろうけど、あんな問題児が多分思ったはず。どっちかって言ったらお前悪だろ的な感じだったと思う。でもぶっちゃけそうじゃないできんのみたいな。あったよね。要はその養護施設をね、その、まあ、あの時代からさ、今の時代も見てるわけじゃん。うん、俺たちの時代から。で、正直俺たちの時代ひどかったですよ。そのひどかった時代が、今、ちょっとずつ良くなってきてると思うんだけど、うん、若がさ、その園長になってさ、その心がけてることというかさ、うん、施設に対してさ、どういう風にその向き合っていこうみたいなさ、なんかそういう取り組みとかってなんかある？今、子供の最善の利益っていうのは、うん、ワードはもうしっかり出てる。業界の中で、うん、だから子供の最善の利益を得るために職員は組織はどんなことをしたらいいか、うん、これも考えねばならないっていうのはことには一応なってるんですよ。子供の最善の利益、うん、マジで、うん、俺たちなんてそれを奪われてたからだけど先生にその利益すらも奪われてた。なんかもう本当に昔のさ年貢みたいなもんよ、年貢。そうマジでそんなの今時代変わったね、だいぶね。子供に対しては今まではね、うん、本当にこうルールで縛ってこんな嫌な思い出があったんだなんて、ね、あなたはずっと言ってるけど、真摯に反省として受け止めてね、いやそういうふうに思いをこうちゃんと組んでいくんだ、聞いていくんだっていう施設の流れにはなってきている、うん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 、そこはあの西洋学園としてはそうしていきたいと思ってるしやってはいるんです。ただ今度は施設全体、まあ、東京都の児童養護施設なんかでいうとそういうふうに考えていこうと思ってる施設も、うん、やっぱり旧態依然、あ、なるほどね、あなたのそれ言ってたような、うん、あれから変わってない施設でもあるのはやっぱり事実なんで、そこで私思うのはだから子供ほら施設選べないじゃん、あの別に西武学園来たくて来たわけじゃないの、うん、本当だよ、うん、だからそこでここではそういうね、整備とかそういうところではこうちゃんと保障されてるけど、かたや一方では全然また違うような対応されてる、うんうん、ってなったらそれは大問題だし、うん、やっぱ職員の権利侵害とかってやっぱそういうのも正直あるんですよ、うん、なるほどね、うん、そっちか、そう、そういうとこも変えていかないとね、ここの子だけ良ければいいとかっていうことではないので、そういうところはあの変えていきたいと思ってるんですよ。ああ、なるほど、うん、施設を出たからそれで終わりということではなくて、アフターケア制度って施設を出た後のことをどう関わっていくか、うん、そういう制度もいろいろ整備はされてきてるんですね、うんうん、だからそう思って、ね、施設を出てからもずっと付き合いは少なくとも続いていくんだと、うん、何かあったらちゃんと適切に人に頼ってください、うん、それができる人が自立なんですっていう言い方はあの必ずしているので、まあ、僕がいたその時代の施設とそのまあ今の、ね、施設が多分ちょっとずつ変わってきてたりだとか、まあ、まだね全部が全部っていうふうにはなかなか難しいかもしれないけど、まあ、子どもたちがより良い方向に、まあ、いい未来というか、まあ、その幸せな、ね、未来をつかめるようになっていったらいいなっていうふうに思いました。ということで若今日はありがとうございました、はい、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。